SD 隊員、ソデ袖小 SD は、ナチスドイツの親英隊内部に置かれた、情報部。日本語ではそのまま、SD と書くことが多いが、親英隊保安部もしくは、親英隊情報部と訳す文献も多い。SD は、1931年8月に、親英隊全国指導者のハインリヒヒムラーと、親英隊幹部、ラインハルトハイドリヒによって、ミュンヘンのナチ党本部、 活食の家内に設置された大英帝国秘密情報部、シークレットサービスがモデルであり、当初は IC 部と名付けられていた。大統領選挙を挟んだ1932年4月にハイン・リヒブ・リューニング内閣の閣議決定によって、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領が、ナチス党の SA と SS の禁止緊急命令を交付し、この際に偽装のため、新聞、 情報部と解明した。しかし当時から新衛隊内部では SD と呼ばれていた。当初長官はハインリヒヒムラーが兼務していたが、実務は創設当時からラインハルト・ハイドリヒが握っており、1932年7月19日に SD と解消されるとともに、ハイドリヒが正式に SD 長官となった。新衛隊の本部の一つとなり、SD 本部が設置された。 SD の活動は、ナチ党でも重視されており、一般の SS 隊員が無給の党活動だったのに対して、SD 隊員の活動には、党から給与が支払われた。また他のナチ党組織に比べて、高学歴のものが多く集められていたという。当初は、共産党や突撃隊内部の過激分子など、ナチス党の敵に対する調査を主としており、 政党活動の域を出ないものであったが、1933年1月にナチス党が政権を掌握し、SD が事実上の国家機関となると、諜報組織として国内外で本格的に暗躍するようになる。1934年6月9日の法令により、SD はナチス党内で唯一の諜報機関と認められた。この時期に SD 長官ハイドリヒは、 ベルリンに移動し、ビルヘルム通り101番地のプリンツアルブレヒト宮殿に執務室を置いた。現在、これら一連の建物の跡地は、テロのトポグラフィーという博物館となっている。1934年6月のエルンストレーム一派の粛清事件、1937年のソ連でのミハイル・トゥハチェフスキーら赤軍幹部の粛清事件、1938年の ベルナーフォン・ブロンベルク国防省辞任事件及びベルナーフォン・フリッチュ陸軍最高司令官の解任事件などに SD が深く関与している。1938年のオーストリア併合や1939年のチェコスロバキア併合の際にも SD はファンナチ派の影響力抹殺にラ腕を振るった。プロイ選手首相ヘルマン・ゲイリングが1933年に プロイセン警察に創設したゲシタポとは役割が被るため、SD とゲシタポはしばしば反目しあったという。1934年にゲシタポはヒムラーの指揮下に移され、1936年からは刑事警察と統合されてハイドリヒの保安警察にまとめられていたが、両者の役割の区別は曖昧なままで反目が続いた。 そこで1937年7月1日にハイドリヒから保安警察及び SD 長官命令が出され SD とゲシタポの活動範囲が分割されることとなった SD は党内問題、人種問題、文化問題、教育問題、外国問題、行政問題、フリーメイソンなどを先干するとされ一方ゲシタポはマルクス主義移民 国事犯を戦艦とすると定めた。教会、世界観問題、ユダヤ人、過激派、国色戦線、経済問題、報道問題については共同管轄となった。SD を情報分析機関とし、下ポ法、執行機関とするのが、この区分命令の狙いであったと指摘されている。1938年11月11日の内務省布告によって、 国家の情報機関となった。社の SD 隊員たち。袖に SD の袖章が見える。1939年、ポーランドさらに1939年9月には、ハイドリヒを長官とする国家保安本部が誕生し、保安警察と統合されて、この組織の一部となっていた。と SD は共にこの下に組み込まれることとなった。ゲシタポは、 国家法案本部第4局となり、一方 SD は外国庁法と国内庁法に分けられ、それぞれ第3局と第6局となった。第3局はオット・オーレンドルフ、第6局はバルター・シェレンベルクによって指揮された。第3局の SD は、ドイツ社会の状態を率直に分析し、党指導部に報告することができた。 特に、スターリングラード工房戦以後ドイツの選挙区が悪化してくると、敗北主義ではないかとナチ党幹部から疑われかねぬ。後に、ニュルンベルク裁判で局長のオーレンドルフは、SD は、客観的な事実の報告を求められたため、ナチスに批判的な情報を登場総部に伝えられた、来避内の唯一の批判組織だったのではないか、などと述べている。一方、第六局の SD は、 第二次世界大戦中、ビルヘルム・カナリス提督の国防軍情報部と敵国への諜報活動の主導権をめぐって激しく争った。しかし最終的に勝利したのは SD であった。1944年2月にカナリスがヒトラーの信任を失い解任されたのを起きにアブベールは国家法案本部第六局の配下に組み入れられたのであった。なお、 局長のシェレンベルクは、戦争後期にヒムラーと共に、ヒトラーに断らずに独断で和平工作を行おうとしている。下タッポ内にも SD 単位は含まれており、1939年の開戦時には2万名のスタッフ中3000人が SD 単位であった。ニュルンベルク裁判で証言したヘプナーは、SD のうち90%は、新英隊出身者ではないと証言したが、 188名のサンプル中115名が親衛隊出身者であると反証された。SD 長官、ラインハルト・ハイドリヒ親衛隊中将、SD 長官、ラインハルト・ハイドリヒ国家保安本部統合後は国家保安本部の項目参照。ありがとうございます。